ロックバンド、シーナ&ロケッツのボーカルでギターの相川誠さんが1月29日午前5時47分、膵臓がんのため亡くなった、74歳、福岡県出身、ミュージシャンで俳優の白竜、70、は30日、デイリースポーツの取材に応じた、相川さんと真子、内田裕也さんが1973年から主催した、ニューイヤーロックフェスティバル、で長年共演、ずっと黒のギターを持って、変わらずかっこよかった、ロックを全うされましたよね。THISIS、ロックンロールだと思います。と言ったんだ。自身が率いる、白竜バンド、にもベースとして参加している、シーナ&ロケッツのベース、奈良俊博から30日朝に訃報を聞かされたという、号泣はバンドメンバーにも、言ってなかったそうで、一人で戦っていたんだと思う、と話した。家が近所で、以前は犬の散歩をしている相川さんとよく顔を合わしたというが、コロナ禍と内田さんの死去により、最後に会ったのは2年前だったという、僕より4歳上で、40年近く一緒にやってきた、ロックンロール一本の真面目な方だった、と振り返った、ネットの声、格好をつけないでも格好いいロッカー、それが相川誠さんです。高橋幸宏さんの訃報続いて気持ちのやり場を失っていましたが、さっき SHENA&THEROKKETS の曲を聴いてたら元気が出てきました。魂を感じます。確か、エルビス・コステロのオープニングアクトで出演していたのを、高橋幸宏さんが見て細野晴臣さんに紹介して、真空タッグに YMO が参加したり、YMO のソリッドステートサバイバーや幸宏さんの音楽殺人、YMO ライブ等で相川さんがギターで参加したりして交流がありました。寂しくなりますね。83年の ROXY MUSIC 武道館ライブで相川さんお見かけしました。AVARON とは全く違った方向性だと違和感ありましたが、親交のあった松田優作さんが BLACK RAIN のオーディションで好きなアーティストに ROXY の名を挙げたと聞き、何か繋がった感がしました。正統ロック一筋のようで、割と幅が広かったんだと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。